さあ、豊さん、今日はですね、はい、7月の月間順位予想をしていただこうと思います。まあ、オールスター挟むけど、はい、7月いっぱいまでだな。そうです、そうです。それでいいんだな。7月31日まででいいですよ。よし、分かりました。ちなみにですが、はい、6月の月間予想したら覚えていると、大体合ってるから。ちょっとおさらいだけしていってもいいですか。はいはい、6月30日時点での順位、はい、セリーグは広島、DeNA、巨人、阪神、中日、ヤクルトは5位タイで並んでいました。はい、で豊さんは1位を広島、はい、当たってる、合ってます、合ってます。はい、で2位が阪神にしてたんですよ。で3位に中日にしてたんです。まあ、5位だったんですけれどもね。で4位が DeNA、はい、で5位が巨人、6位ヤクルト。なんかちょっとバラバラな感じはするんですけれども。まあバラバラ。まあ平じゃない。ただ0.5 ゲーム差だったりとか。まあまあそうだろう、1つ勝てば分からないっていう。ちょっと分からないな、その 0.5 まではな。そうですよね。 0.5 までは分からない。はい、まあ、でもカープはやっぱり合ってました。はい、その時おっしゃってたのが5月におっしゃってたのが6月、唯一の対抗馬の阪神が全然打ててない、大崩れせずに首位を守っていくだろう。そうだね、正しかったです。正しいよね。で2位に予想していた阪神のこと、広島を 1,2 ゲーム差で追いかけているだろう、うん、調子のいい投手陣もいつか持たなくなっていくのでバッティングの復調を期待。これは合ってますね。合ってるでしょ。はい、復調しなかったしなかったからはダメなんでしょ。で、ね、でもこれから復調するとね。で3位の中日予想してたんですけれども、ゲーム差は2というふうに3位で言ってました。暗いチーム言ってる。言ってる。占い師のようでしたが、低迷期を乗り越えての戦い方が安定してきた。ポイント握るのは周平とディカーソン。確かにディカーソンはポイント握ってましたけれども、いやだから2人ともいないからダメだっていうことで、でなんか逆張りですねこれ。そうだよ。いやそれで安定してきたのは6月の末頃からだ。まあ、確かにそうでした、ね、1番福永、うん、2番田中、はい、3番細川、4番カリステ、そうここで形が決まってきたから、うん、ちょっと決めるのが遅かったんだよ。確かに。いや相手がね。あ、そうよ、そうよ、こっちは悪くないです。悪くない、うん、いやだってだカリステを使えって言ってたじゃん、うん、で1番に入ったら、うん、3連戦のうち2試合がヒーローだよ、うん、ですよね。それも勝ちゲームだよ、もちろんな、はい、ヒーローだから。はい、それ4番にしちゃった。それはまあ4番にしちゃって、まあいいよそれは、カリス使ってくれるんだったら。はい、だからそこに福永、田中、細川、カリス、うん、この形が出来上がったっていうのがでかいって。なるほど、うん、順位がちょっと、いやそれの形づくのは遅かったっていうこと、うん、なのでまあ今5位にいるけれども。そうそうそう、でこれでディカーソンと周辺打ってたら豊さんの言う3位ぐらいにはなってたよ、はいはい、ということでした。はい、皆さんよろしいでしょうか。さあそして4位に DeNA をしてたんですけれども、はい、ケイト・ジャクソンが良くなってきたねと、大貫が勝てるようになってくると上位が見えてくるよ、牧は DH があるうちに戻ってくる可能性がある、はい、これは当たってました。牧選手に関してはいやケイト・ジャクソンいいじゃん。いいでした。でもこれ大貫は悪いでしょ、うん、その代わりに石田が出てきた。なので4位にはしていたけれども、ま、いやだから石田がを読めなかったんだ。石田を使ってもあんなにいいとは思わなかったから、その分上がったってことですね。もちろんそうだ。だから豊さんの見立ては悪くはなかったんですね。まあ、もちろんだ。分かりました。5位、はい、巨人打てない、打てない、うん、DH が使えてもプラス材料がない、得点圏でヒットが出ない、戸郷、菅野、山崎が絶対負けないとなれば A クラスは保つだろう、キーマンは岡本がポイント、ずっと打ち続けること、まあ、3位ではあるものの、確かに豊さんの言ってることがそうなんで、整合性は取れてるんですよね。そうでしょ、うん、だから菅野が腰痛で投げれなかった、うん、投げれませんでしたね。なあ、うん、そしたら困ったでしょ、うん、ちょっと困りました。そうでしょ、うんうん、まあ、当たってんだよ。当たってはいると、うん、確かにそうですね、まあ、ただまあ3位と5位の差だけど、岡本でやっぱ阿部監督が悩んだでしょ、うん、打順ね、打順も変えちゃおうかなみたいな。そうそうそう、で豊さん、この時豊さんはヘルナンデスまだ全然出てませんでした。そうでしょ、そうだからこれヘルナンデスが分かってれば豊さんもっと順位は、あ、可能性はあるな、上げてましたよね。はい、豊さんは6位にヤクルトしてました、はい、1番がいない、山田の状態が上がってこない、サイスニード勝てないとなると苦しいよねということで、うんうんうん、まあ、山田は上がってちょっときた、でも
スタメンでずっと安定的に使えないっていうのは上がってるとは言えないよね。まあ確かにそうですね。それはそうです。はい、うん、はい、ということで、はい、じゃあセリーグ豊川さん、はい、1ヶ月後の7月31日はどういう順位になっているかを発表してください。はい、はい、まずは、まあ、1位広島カープ、はい、うん、やっぱりあの先発投手陣が安定してるのと、うん、コルニエル、はい、中継ぎはちょっと疲れてきてるんだよ、うん、でもそこに入ってきたんだよね、はい、中継ぎが、うん、だから島内をどうやって休ませるか、はい、栗林をどうやって休ませるか、うん、だから矢崎を抑えに1、2試合持っていくのか、うん、そういったとこだけでいいと思う。もうそこだけですね。そこだけでいいと思う。まあ相変わらずそんな打てないとは思うけども、うん、投手陣が安定してるだけに、あとはねやっぱこうスパイスの効いたキャッチャーがいるっていうことだよ。相澤が、はい、やっぱこれ12球団というか、まあ、セ・リーグではトップだもんね、やっぱり、うん、と思うわ俺は、うん、いやだからそういった守りを中心にやっぱ広島は安定してると思う。守りを中心に安定してる。まあ、あの菊池がトンネルした時はどちらかったけどな試合、はい、いや、 やっぱそういうこともあるけども、だけど守りがちっていうのはあるから、矢野とかも、はい、まあ、菊池もねトンネル以外はしっかり守ってるし、うんうん、で逆に言うとちょっと中継ぎ陣が崩れて疲れが見えて打たれ始めるとちょっと広島もっていう、いやそこにコルニエルが入ってきたっていう、またじゃあ閉まったってこと。いやだからいや、まあ、いるなっていう感じです、うん、そっかそっか。なのでまあここの1位はキープしてるだろう、はいはい、2位です。2位は DeNA。 ここ変わらずですね。やっぱね一番広島が怖いと思ってるのは、うん、DeNA だと思う。これ7月中に1回変わることは可能性はなくはない、なくはない、なくはないけど、うん、やっぱり広島の方が守備がうまい、うんうん、はい、だからやっぱり夏場だからバッティングっていうことを考えるけども、まだ7月中は持つよ、うん、広島の投手陣は、はい、まあ、オールスター休みもあるしね、はい、だから広島はキープ、うん、で DeNA は打っていくけども、うん、ちょっと守備の面で不安な部分がある、はい、ただピッチャーはジャクセン・ケイとか、はい、東もいいな、うん、やっぱあいつは本当に粘り強い、うん、調子が悪くてもゲームを壊さない、はい、とか、まあ、石田とか、そうですね、点取ったらぴょん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 跳ねてたから嬉しそうで嬉しそうに、そうそうそう、うん、これから夏場やったら足つるぞって気をつけないと、うん、思うけど、いやだけど、まあ、非常に投打のバランスはいいな、うん、あとはどうやって守るかだな。そうですね、あとピッチャーに山崎康明投手だったりとか、中継ぎだな、中継ぎ抑えっていうのが疲れてくるとちょっと苦しくなるけどな。打線はこのままじゃあ7月もちょっといきそうな感じですかね。もちろんもちろん、はいはい、さあ3位です。3位阪神。阪神、うん、阪神は打ってきてちょっと上がってくると思う、うん、あの兆しは、ね、あるっていうふうにおっしゃってたので、そうそうそう、いやだから、まあ、A クラスからは落ちることは多分ないと思う、うん、だその7月中も3位4位を行ったり来たりしながらも7月終わりで3位ぐらいにはいるだろう。サトテルがホームラン打ち出すから心配するの。なんか降りてきました今。いやもうもう目の前だもうコン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 出るのが、ただやっぱり2位とか首位に行けないのは8月だ勝負は。そうか、だからか8月だいい位置につけとくということなのか。いい位置につけとくという意味ではね。なるほど、はい、3位、はい、ピッチャー陣に関してもどうですか。ちょっとね後ろが中継ぎが疲れてる人もいますけれども、まあ、そうだな、まあ、若干疲れてる部分はあるにしても、うん、まあ多分持つよ。持ちますか、うんうん、まあ、下と誰か入れ替えたりとか、まあ、やっぱオールスター休みをいかにうまく使うかだな阪神は。そこですかね、うんうん、さあ4位ヤクルト上がりましたね。4位ヤクルト上がったよ、はい、やっぱピッチャーがある程度安定してきたっていうことと、うん、やっぱあそこは打つよ。打ちますね重量打線だよ、はい、でバランスはよく配置できてるよ、よく、うん、あだから村上が打ち出したらもっと上いくと思うけどな。7月中に村上選手復調っていうのは厳しい。ブワンとは来ないな、徐々には来るかも分からない、うん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 、だ山田が休みがちだしね。そうなんですよね。だからまあそこら辺は不安な部分ではあるけども、うん、でもやっぱこうバランスのいい打順を組むよ。ですよね、うん、あとは長岡の成長ね、はい、まあ、これもすごく頼もしいし、うん、それに伴って竹岡、はい、で宮本、はい、まあ、ここら辺もやっぱこう躍動し始めてるからね、うん、
だから非常に面白いと。そうですね、はい、ピッチャーもね、奥川投手が7月いくつ勝ち星いけるのかもありますもんね、まあはい、さあ5位巨人です。巨人な、はい、5位ですか。やっぱね、点取れないよ。点取る野球もあんまりしないよ。そうですね、うん、いやだからやっぱ苦しいと思うよ。いつもなんかこう僅差で勝負してるっていうのは、はい、やっぱ苦しいと思うし、中継ぎ陣も中川戻ってきて大勢戻ってきてるけど、まあ、大勢はともかくとして中川はまだ不安だな。戻ってきただけで不安は拭いきれないし、まあ、バルドナードが疲れてきてる、はい、やっぱ、まあ、西舘も慣れられてきてるよね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱちょっと苦しいんじゃないかなっていうの気がする。だから後ろでまた失点しまう場面も7月あるのかなっていう。まあそうだな。で野手陣もなかなかその得点に結びつかない、うん、で菅野も腰も心配だしさ、うん、そうですね、まあ、万全ではないというね。あと坂本選手が7月どこで上がってくるのか、まあ、無理してあげないとは思うけどな。オールスター上げだと思うけど、うん、上げるとしてもね、はい、ただ良くなったのはグリフィンが抜群に良くなったな。ピッチャーそうですね、あ、うん、だから戸郷グリフィンが負けなかったら、うん、いいよ。ただグリフィンの時には限って援護点がないからな。何ですかね。いやだからあれだけいいピッチングしてるのに勝ち星がつかないというさ、やっぱ野手ですね。まあ野手だな、だから点は取れないっていうのがもう致命的になる、うん、ですよね。あと新しい内野手をなんかこうね獲得みたいな話も出てるので、ね、7月中に出てくるのかどうなのかっていうところ、まあ、そうだな、うん、まあ、当たればいいけどな、当たらなかったらまた順位を下げることになるから逆に。でもやっぱ使わなきゃいけないからさ、はい、取ってきたら、うん、で岡本大城で一塁三塁いいのになっていうふうに思ってても、はい、まあ、外国人来たら大城また下げて、そうですね、岡本下げるわけにいかんからさ、はい、そうなってくるとまたお前大城がせっかく良くなってきてんのに、うん、外国人が使わなかったら大城また行ってくれって、そうですよ、そう都合よく行けるかっていうことだよね、うん、ですよね。そこら辺もちょっと不安なところかな、はい、そして最下位は中日、これは何ですか。やっぱりなんかねしっくりこない。カリステは使ってもらえてるんですけど、いやいやそんなに僅差がないんだよ、うん、巨人、いやこうくっついていってんだよ。あ、そういうことか。だけど最下位になるのは中日か、やっぱ打てない、打てないですね、打てないし、やっぱね1点取りたいときに取れないんだよね、うん、ダイソー小田、うん、走れよって思うんだけど走らないんだよね、はい、とかやっぱ代打って言ってもいないしみたいな、まあ、今ね中島選手が代打ですけど、うん、ちょっとでもやっぱりこう、うん、もう少しキレがないと走れるような体を本当に作ってこないと一塁まで走れてないですね。だからまあでもこれはねやっぱこう使いながら試しっていうことがあって使わなきゃいけないとは思うんだけども、うん、いやまあそれだったら若手にチャンスやるとか、はい、だからもう大島も代打で使うんだったらもう下でゲーム出させておいてもう4打席立たしておくとか、うん、そうですよね、うんうん、そしたらもう食らいついていくようなバッター、うん、はい、まあ、加藤でも代打要員でいいとか。そうですよね。いやいやそのぐらいもう徹底してやるんだったらいいと思う。なんかねちょっとね代打でも中途半端な感じがするんだよね、はい、ここで大島みたいな、うん、ここで中島みたいな、痛いは変えたんだよ。そうですよね。いやだからまあ例えばそういうことがあると、うん、チームの中でもどう思われてるのかっていうことがあるし、うん、はい、いや中島が絶好調だったらいいよ、はい、ただやっぱ取ってきた手前、うん、使ってみてダメだったら落とすしかないんだよ、うん、だから使わなきゃいけないんだよ一旦は、ね、そうなんですよね。いやだからもういいんじゃないかって、うんうん、あんなもんじゃないから中島のバッティングって本来は本来はね、うん、そしたらもっとファームでやらしとくと、はい、だから大島だって、まあ、2戦も打ったようが何にしようが、うん、やっぱチームに貢献させるには何かって言ったら、うん、やっぱ彼は代打じゃなくて4打席なんだよ、うん、そしたらやっぱ4打席立たせるためにファームで調整させとくとか、うん、これからやっぱいくらでもいる時期が来るよ。そうですよね、夏のクソ暑い時に、うん、でも夏のクソ暑い時はファームで4打席だったらきつい、もう4だらヘラヘラになっちゃうじゃん。だったらバンテリンです。やってない。いや、もしかしたら2打席だっていいじゃん。
そうですよね。あ、じゃあ DH でも使えるわけでしょ。はい、おそらくバッティングだけやらしとくとかさ、うん、やっぱその方が俺はいいと思う。ちょっと危機管理っていうところですよね。そうそうそう、で1軍も2軍もなく全部がチームの戦力だからさ、はい、それをうまくこう回していくためには1軍も2軍もないわけよ、はい、だからそういった考えを持つと、うん、少し夏場にチャンスが出てくる可能性がある。あと7月中田選手がどうなるか、まあ、そう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 、だから一旦中日は落としていていい、うん、一旦今月末は中日再開というところですね、はいはいはい、さあ続いてパリーグいきましょう、はい、パリーグは6月30日時点なんですけれども1位ソフトバンク、2位ロッテ、はい、3位日本ハム、4位楽天、5位オリックス、6位西武という順になっています、はい、豊さん、はい、先月予想していたのは1位ソフトバンク、はい、2位日本ハム、はい、3位ロッテ、ここはちょっとね、はい、入れ替わるになりました、まあ、で4位がオリックス、はい、で5位が楽天、はい、で最下位が西武と、はい、ちょっとずつはね惜しい間違いでしたこういうのは惜しいとは言わないんだろうけど言わないですかね、はい、はい、ということで、だってソフトバンクは鉄板で決まってんだもん。もうここはね、そうだ、変えなくてもいいのかなっていうところで、もうソフトバンクのコメントはね完璧でした。あの、うん、今度はマークしても打つよっていうことでしたもんね。そうそうそう、はい、でソフトバンクね、はい、やっぱり1位、7月31日は1位必ず、はい、これはあの山川がまたこう打ち出すから、はい、まあ、そうなってくるともう手がつけられない、もう得点さらにアップすると、そうそうそう、うん、ここは言うことなしですよ ね、はい、で2位日本ハム、おお、うん、ちょっと勢いは戻ってくると、戻ってきますか、戻ってくる、うん、これは投打ともに戻ってくるっていうことですか。そうだね、まあ、若干ね、うん、あのバッティングの方は野手の方は戻ってくると思うんだけど、はい、ただ心配なのはちょっと中継ぎがどうなるかっていう若干の不安はあるな、うんうん、なるほど、だからそこさえクリアになれば2位に浮上してくるとは思う。そう、豊さんは実は先月の時点日本ハム2位に予想してたんですけれども、単独2位は死守するとは言ってたんですよね。そうです、はい、ここまで選手に疲労感もないし楽しくやっている感じがする、投手陣も過剰な無理しなくていい、貯金も10に届くかどうかぐらいで6月取り切る、あちょっと待って10、いやいや新庄監督は11って言ってたの、なんかね、数字上げてましたもんね。そう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 、それに便乗した形だったんですね。そうそう、そしたらお前、なくなっちゃう、なくなっちゃうかもしれないけれどもねそうですね、まあだからオールスターまでにどのぐらいできるかね、うん、まあ7月は楽しみだね、はい、そうですね、はい、さあそして湯田さんの3位予想がロッテ、はい、まあロッテもね、上がり目しかないんだよ本来、まあ、はい、藤原が帰ってきて、うん、ね、高部と、うん、外野完璧になってきてるから、はい、ね、当然ベテラン角中荻野、はい、この2人が両輪がいてみたいな、うん、でポランコホームランを打ってくる、うん、ね、外は終盤に打ってくるみたいな、はい、非常にいいんだよ。そうですね、うんうん、だからそんなに悪くはないんだけど、うん、日本ハムのやっぱこう雰囲気に飲まれるというか、うん、雰囲気がやっぱいいんだよ日本ハムの。そうか、やっぱチーム状態があれでも雰囲気は明るいと、ハムの方が、はい、なのでハムが2位になるんじゃないかと、はい、ちなみに豊さんロッテを3位予想にしてたんですけれども、はい、連勝の反動は多少なりとも必ず来ると。来たの？来ました、はい、11連勝の反動が。日本ハムには1から 1.5 ゲーム差ということで、投打ともに5月が良すぎるので反動で少し落ちるだろうとは言ってたんですけども、そうでしたね、確かにそれはちょっと当たってました。ただ日本ハムがそれよりちょっと悪かったので。本当だ、本当やっぱ怪我人が出るってダメだな、うん、そうですね、水野選手とか松坊選手、そうだ、そうでしたね、はい、さあ4位がオリックス、はい、オリックスは上がってくるよ間違いなく、はい、うん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 、それはいや、それはもうメンバーが揃ってきてるしさ、うん、そのピッチャーだって宮城が復活したし、はい、山下俊平太も良かったり悪かったりはするけども、うん、頭数の中に入ってきたし、はい、で、まあ、斎藤とか、うん、佐藤とか、うん、そういう若手のピッチャーもいるし、はい、だからそういった意味では良くなってくるかなって、まあ、外にもいるし、うんうん、まあ、田島もいるし、はい、まあ、まあまあ勝てるピッチャーはそこそこいるし、うん、はい、杉本も戻ってきた、うん、森が帰ってきた、あと太田がいい、はい、まあ、茶の間は上に上がってきた、うん、まあやっぱこう野手も上がり目なんだよね、はい、だからそういった意味ではそのオリックスが一旦上に来るよ、うん、豊さんの先月のコメントもそうでしたね、3連覇チームの実力はあると、その反動は必ず来るということで、うん、確かにやっぱり3連覇チームのっていうのは6月来ましたもんね。
でも順位はね、うん、順位はこうそうなぜなら、まあ、でも楽天が良かったんですよ。いやでも、うん、あの交流戦の時はダーンと上がってきたよ。上がりました。そうなんです。ただなんでこういう、ね、順位だったかっていうと、やっぱ楽天が6月は良かったからなんです。そこなんですよ。そう、豊さん楽天、はい、先月小ジャは6月中に勝つとやっぱ言ってました。勝ったでしょ。勝ちました、勝ちました。うん、それ合ってました。ただ、うん、ただ7月はやっぱね、ボイ同一リーグで勝ち越してるチームがないし、チームもないんだよ、はい、そうなってくるとやっぱ苦しさはいっぱいあると思う。うん、で苦手なピッチャーが多すぎる、パリーグに。そうか、まあ、あの外にも5勝したんだよ、はい、で阪神に1勝して、はい、後の4勝は楽天だから。あ、もうだからなんかそう、楽天で今井にも悪いでしょ。あ、西武の、はい、そうだそうだ。いやだから苦手なピッチャーがたくさんいるんだよ、はい、カモにされるって。そうなんですよね。だからそれは困るよな、うん、なのでパリーグに戻ってきたとはちょっと調子がってそうだ、ね、ありますから、はいはいはい、あのね、交流戦で貯金というかできたんですけれども、うん、ちょっとまたリーグ戦戻って順位を1個落とすだろうと。まあそうだな、はい、で最下位が西武、うん、これもしょうがないよね。そうですね、ここまで落ち込んだ、もうちょっと上に上がる気配がなかなか。これ上がったら奇跡だよ。もう一つでも順位が上がったらっていうことですよね。上がったらもう大変だよ。そうですよね、うん、これあの7月の2日現在になるんですけれども、5位の楽天とは 10.5 ゲーム差なの で、 そうです。ちょっとまあ上がることは不可能です、ね、苦しいよな、うん、もっと開きそうだもんな。はい、もっとそうですね、確かに。というわけで豊さんの7月31日までの、はい、順位予想が出揃いましたので、はい、これまた8月の頭にでも答え合わせをしつつ、うん、そうだね、あでもないこうでもない喋っていきましょう。はい。